担保責任を負わない旨の特約第640条、請負人は第634条または第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をした時であっても、知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れることができない。注文者による契約の解除第641条、請負人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。注文者についての破産手続きの開始による解除第642条、注文者が破産手続き開始の決定を受けたときは、請負人または破産管財人は契約の解除をすることができる。この場合において請負人はすでにした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について破産財団の配当に加入することができる。第2項、前項の場合には契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り請求することができる。この場合において請負人はその損害賠償について破産財団の配当に加入する。第10節、委任。委任第643条、委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。受任者の注意義務第644条、受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。受任者による報告第645条、受任者は委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。受任者による受け取り物の引き渡し等第646条、受任者は委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他のものを委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても同様とする。第2項、受任者は委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。受任者の金銭の消費についての責任第647条、受任者は委任者に引き渡すべき金額またはその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合においてなお損害があるときはその賠償の責任を負う。受任者の報酬第648条、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない。第2項、受任者は報酬を受けるべき場合には委任事務を履行した後でなければこれを請求することができない。ただし期間によって報酬を定めたときは第624条第2項の規定を順用する。第3項、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者はすでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。受任者による費用の前払い請求第649条、委任事務を処理するについて費用を要するときは、
委任者は受任者の請求によりその前払いをしなければならない。